では続きまして、今日はせっかくおいでですので、プライベートのことでちょっとご趣味など伺ってみたいと思います。ではセバスチャン先生からお願いします。だいたい毎年変わるんですよね趣味が。だいたい変わる多趣味。はい、そうですね、私は元スポーツ選手ですし、スポーツが元々の趣味ですけど、多分一番の趣味はやっぱりパソコンですね。パソコン、まあ、そう、元々プログラマーです。14歳の時に独学で覚えて、それを結構やってます。あとは多分以前にも言ってたと思うんですけど、 DIY ブリコラージュが結構好きで、まあ、空いた時間には、まあ勝手に楽しませてもらってます。最近何を作られたんですか？スピーカーの、はい、まあ、私は音楽が好きです。好きでして、まあ、よく歌手 DJ の友達とよくイベントに行ってるんです。うん、その辺も自分で作っちゃうんですか？スピーカーの箱。あ、箱、はい、大事です。大事よ。こだわりがあるということ、はい、結構そうですね。音楽結構やってますからね。結構支えにもなるんで。あ、辞書。辞書？そう。結構毎日、もう常に辞書を見てるんです。常に。多分、一日に何時間も見てると思うんですよね。え、日本の辞書？フランスの？フランス語、日本語と英語。広辞苑とか？はい。プチロワヤとか。そうです。すごい。まあ大体携帯でやってますけど。どんなこと見て、今日はあ行とか。いや、そういう堅苦しい感じじゃなくて、もうパッて思えてたら、あ、これ日本語で何て言うんだろうと思った時に、すぐに携帯を出すんです。こうやって探求心ですね。出して調べるんです。重要ですね。まあそう思うんですね。もうがむしゃらに行くしかないです。新しい言葉を見つけるのが楽しいみたいな。うん、そう、普通にそう、日本語覚えてる時もそう思ったんですよ、ね。うん、ただまだ16歳だったんですけど、もうすでに時点で思ったんです。絶対に困らないように、例えばもし医者に言われた言葉など、あるいは子供が生まれた時に困らないようにと思って、うん、ビギナー の時点ですでに難しい言葉を難しいと思わずに、実用性があると思って覚えたんですね。そんな感じ。すごい。必要でない言葉ってないと思うんですよね、結局。まあいくつかあるかもしれないけど、ないと思うね。私はそんな毎日です。おお、素晴らしい。じゃあ私だったら、私も実はたくさんあって、どうしようか。まあ、今まではよくしてたことはスポーツとか、スポーツは毎日じゃないですけど、一週間、まあ、5回ぐらい、朝とか授業する前に、授業始まる前に、ちょっと、スポーツしてて、あとは音楽が大好きで聴くこととか、まあ、ドキドキ聴くことも。ピアノがあるんですけど、上手じゃないですけどね。でもまあちょっとストレスがあるときは、ちょっとピュル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 、オーケー大丈夫、続こうって感じ。そしてそうですよね、今年から、ちょっと去年もある制度はよくしてると思いますけど、私の家族が増えました。子供が2人います。猫です。いつの間に。いや、人。そうそう、まあ、時々授業の間に猫も挨拶したいから、餅と豆腐ですけど、時々ニャニャしてる。白いんですか？ね、餅はちょっとまあ白いか黄色い、ちょっと、そうそう、クリームね。餅なんです。餅は実はみんなはびっくりしてるけど、グレーですよ。そうそう、グレー。全然餅の色じゃなく、餅じゃない、豆腐の色じゃなくて、そう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 、ごま豆腐ですよ。そうです。まあ、とにかく、その、猫がいて、すごく時間かかりますよ、本当に。遊ぶとか、ご飯とか、本当にお母さんになるように気がした。
でも、そう、最近、特に根拠に気をつけますから、私も DIY とか、よく興味があって、だから、そしてその猫もいますから、もっと、なんて言うんだろう、そのアパートはもっと自然がもっとあります。そんな感じになりましたから、まあ、よく例えば、プラントとか、たくさん欲しいとか、緑がちょっとどこでも欲しいとか、それは、まあ、その環境のためにも、買うことが、まあ、気をつけますから、まあ、自分で作って、古いのこととか、古いのものとか、そのもののおかげで、新しいこと作れるし、そんな感じ。多分ちょっとおばあさんになりましたかもしれない。しまった。そんな感じです。ありがとうございます。そうですね。私は、そうですね。趣味じゃないんですけど、結構料理を作るのが好きなんです。はい、最近は。まあ、やっぱり日本に住んでいますので、もう、まあ、レシピの本はもう全部日本語で、それがもう結構私にも、まあ、はい、勉強になります。ので、もう本当に私みたいに、まあ、すごいなんか、その、まあ、料理に、興味がある方は、もうやっぱり、フランスの方の、なんか買って、で、まあ、読んで、で、そのレシピをなんか、はい、分かってからなんか作るのがもうすごい楽しいのですね。本当にフランス人が書いた本だったらすごく、はい、おすすめです。あとはそうですね、なんか日年最近何を作りました？そうですか。でもそんなに難しいレシピじゃないですね。本当にもうベージックですけど、まあ、本当に基本の基本ですが、まあ、ただ、なんかもう日本の、まあ、食材使った、料理とか、なんか何でしょうか。そうですね。とはもう、さっき豆腐の話できましたけど、私すごい、豆腐が好きなんです。フランスではなんか、あんまり食べないような気がします。私結構まあ、麻婆豆腐とか、もうすごい好きなんです。そうなんです。だから、はい。はい。お料理が。はい。そしてね、私は運がいいですから、彼女の料理も、食べたんですけど、カレースープなど、もうちょっとはい、辛いものを好きなんですから。はい。あとは、ぜひぜひいらしてください。そうですね。あとは、1年前から、結構ランニングします。そうですね。本当に最初、そう。最初はもう本当にすごく苦手で、もう4キロを走ったらもう無理と思って、もう本当にもう走れない、もう死ぬって思ってたんですけど、でもまあどんどん、週に2回か3回ぐらい、走ったらもうどんどん、はい、まあ長く、走れるようになって、なんか本当になんか、スポーツとか、まあ音楽、まあ、勉強など、まあ、続くものなんですね。続くと、まあ、やっぱり上手、まあ、はい、上達しますし、本当にもっと楽しめますし、本当にまあ、はい、今結構、はい、走れるようになりました。はい、それが、はい、私の最近の、はい、趣味です。はい、ありがとうございます。はい。趣味は、そうですね。ジョギングが趣味で、同じですね。はい、はい、住む場所を決めるときも、だいたい走ってるのにいい場所がないかどうかっていうのをまず見て、公園が近くにあるかどうかとかいうのを見て決めます。で、今回も決めたところが川の近くで、川辺で広い、ちょうどランニングにちょうど良さそうな場所があって、はい、そういうところを選びました。よくわかります。わかりますか？はい。やっぱり街の中に住んでしまうと走りづらいので、横断歩道を渡るのにいちいち信号を待たなきゃいけないとかあるので、やっぱりそれ大事ですね。あとはそうですね、結構普段はどっちかというとインドア派で、趣味、あと小説を読むのが好きで、小説とか、あと映画を見る、音楽を聴くっていうのが好きで、まあ、まあ、一人でやることなんで、あんまり広がらない話題なんですが、そういうのが好きで、はい、好きです。あとは、旅行ですかね。旅行、はい。日本
国内どこでも、はい、旅行するのが好きですね。あのそうですね、フランスでも滞在中はいろいろいろんな街に行ってました。あ、ストラスブールにいました。日本国内もいろいろ回って、うん、今九州以外は大体行ったんじゃないかなと思います、うん、はい、ありがとうございました、はい、では続いて皆さんに好きな食べ物を伺っていきたいと思います。セバスチャンから先生からお願いします。はい基本的に何でも好きです。一番の、まあ、大好物はカニです。カニ、はい、おー日本はカニですねはい、そうです。そうですね、まあ、肉と魚どっちが好きかって聞かれたら、もし日本食だったら魚で、うん、フランス料理だったら肉というふうに答えます。うん、あんまり苦手なものは、まあ、逆にあまりないので何でも食べれます。はい、特に野菜が大好きで、あの鍋とか、鍋は毎日食べれることも本当に美味しい、本当に美味しい。あのフランスの料理だったらそうですよね、パンパンがいいかな、サンドイッチとか。そうな、実はあの日本に着いてから、あのいろいろなこと、あのいろいろな野菜とか新しい野菜もあるし、だからあの、うん、本当に特にあの日本の料理が大好きで、フランスに帰るときちょっとまあ野菜探してます。はい、私もの、まあ、どちらかというとあの和食がすごく好きなんです。あのさっきあの、まあ、ちょっと豆腐の話したんですけど、あのうちの、 あの旦那はあの結構あの健康に気をつけますので、あの、まあ、野菜とかお豆腐とかあの、まあ、ちょっとカロリーが少ないものをもう結構使って、はい、料理してすごく、はい、美味しいのです。もう基本的には何でも食べます。はい、ありがとうございます。あとあの僕もどちらかというと和食の方が好きで、すき焼きとかあとはタイの煮つけとか鶏皮とか縁側が好きですね。はい、あと洋菓子も好きです。スイーツ結構好きです。はい、ピスタチオとか使った、アーモンドとか使った、フランスのよくあのケーキ屋さんとか行って食べてましたね。はい、ありがとうございました。はい、本日は草食系の方が多いみたいですけれども、まあ、私はお肉が好きですということで、それでは皆さんまたアビアントー、アビアントー。